どうも、エルザです。それでは、ゴーストオブツシマやっていきたいと思います。今回、伝承ですね。こちら、中寄りの、ただ寄りの伝説かな。ちょっとこちらやっていきたいと思います。ただ、移動しないといけないので、さあ、影、行こう。こっちか。反対だね。危ない危ない。いやーね、で、物語が進んでいくにつれてなんだけど、結構ね、雨が多くなってきてて、まあ、卑怯な攻撃の仕方なのか、せいなのかよく分かってはないんだけど、でも天気が崩れることが多くなりましたね。お侍、どうぞこちらへ。おう、じゃあそれを聞かせてもらおうか。面白い話を知っておるようだな。行く桃戸瀬の昔か、長尾忠頼公、音に聞こゆる弓取りなり、さとき飛車にて矢先外れず、弓矢八幡の覚え意図めでたく、弓取りに鎧を賜る。軽けれど仇ことこの上なし。殺しも海賊浜辺の村を略奪し、アザモ浦の民を皆殺しにせんとす。民は皆走り散れど、忠頼公八幡の鎧をつけ一人で立ち向かう。海賊ども押し寄するに、忠頼公を引き固め矢を放てば、およそい殺し、残りし者の刀も鎧を通らず。幾とせの後、忠頼公往生のほど、八幡の鎧も消えうせっけり。人の曰く、忠頼公の末裔なる者これを持ち、ただ対馬を守る強者の尋ね来るを待つ。紫の冠という、だいぶ強い忠頼公の言い伝え鎧みたいだね。残されています。そこはアザモの北にあり、紫の菊が咲き乱れ、忠頼公もよく参られたとか。紫の冠か、忠頼の伝説、伝承だね。猛虎を倒すためならば手段は問わねえ。良い鎧なら手に入れたいものだ。比類なき鎧にございます。そして紫の冠で今も眠っているはず。さあ、それはだいぶ飛ぶな。ちょっと移動しよう。いや、だいぶ距離あったよ。小松だ。ユナとタカがおる。このまままっすぐだね。途中ハテナもあったけど、あら、この前突破したところだね。危ない危ない。よし、オッケー。もう刀すら使わず倒すっていうね。もう そんなもうそれでよし、それでよし。できるだけね、近寄らせたくはないからね。上か。
さあ上に上がり、先に未踏の地寄っていこうか。お、ゴールデンバー。あー、人だ人。どこどこどこ。まあ気にせず入るけどね。結構温泉にしたら深すぎないか。あんな潜るんだね。さあ思うこと。ああ好物だね。猛虎が去ったら腹いっぱいになるまで果物と魚を食いたいな。あ、果物なんだ。も捨てがたい。海苔ね。海苔も美味しいやつは香りがいいからね。渋いね。さあ取って、その上だね。あ、人を狩っただけか。じゃさあ行くぞー。ここあ見えた見えた、あそこだね。紫の花を探せと。探したいんけどめっちゃ守ってるね。すっごいダメージ受けてるけど、お、賊とやり合ってるね。奉仕は話しておったな。冠に続いておるはず。ダメージが上がってる分倒せたね。よし、賊のおかげで手間が省けた。上だな。あそこなんか見えたね。紫の冠。まあ、まさしく紫だね。紫か。なんだろうね、この花はね。おー、綺麗な色。これに紛れて普通の花はないよね、物資のね。ここが冠。忠頼の鎧があるはず。おー、形的なものか。さあ、調べる。まだ新しい。中に何かあるようだ。忠頼の伊織への地図。ほう、絵を手に入れた。あ、はいはいはい。降りていって。川が、あそこ川だよね。あの川があって、あれか。多分あれだね。あー、マークつけれんじゃん。それはちょっと、どうなの？まあいいけど、めちゃくちゃなんかズルした感が出るじゃん。まあでも大概見えてたし、OK だね。影はどこ？いた。よし、行くぞ。あ、でもね、
風は吹かないね。まあ、とりあえず降りて、川を渡ろうか。さあ、どんどん下っていって。この川だね。川渡って。いや、あれは全然関係なかったのか、あの日は。俺は川が欲しいだけなの。よし。あら、もしかしてというか。いや、違うな。紫の花がないもんね。あ、あった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 。こっちだ、こっち。てか、めっちゃ猛虎いるし。なんか待ってたかのように。よし、動き始めたね。待ってたんだろうね、多分って。演出上かな。ここにも紫の菊、忠頼のいおりは近いな。山あるね、これっぽいね。よし、あー、そこか。見える範囲ではあったね。水か。そしたらこの辺りに険しすぎて灯籠がありそうだけど、別の道があるはず。お、これは？おお、ん？ちょっと待った。俺多分これ過去にここ来てるな。うん、来てるね。なんとなく通ってて、これしかも反対側から俺来たのよね。でね、この先すごいよ。すごいよ。何ここって言ってここ飛んで行ったんだけどさ。この先ね。もうこだ。なぜここがわかった？俺が来た時は何もなかったんだけどな。しっかりしてるね、そのあたり。ネタバレしないようにしっかりできてるわ。忠頼のいおり。いやー、すごいなー。これがめちゃくちゃ綺麗なのよ。で、ひとまず、お辞儀。あれ？お辞儀しても何もないの？これに乗ってかな。なんだろうね。お辞儀って書いてあるんだけど、特に何か起きるわけでもないんだね、これで。初めてお辞儀してみたけど。まあ、いっか。あ、これお墓だったんだ。長尾家の家紋だ。ただより弓だね。紫の冠と同じ子を抱いて間もない。ということは中に誰かいるか。時は経ち流れ静まる。ただよりは安き心もて弓引かばあまたを射抜く。ここで何をしている。おお、人がいた。争う気はない。我が名は酒井仁、志村殿の甥だ。嘘をつくな、盗人め。
覚悟するがよい。ほ、待て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 、イロリの戦い、戦うの。おお、抜くか。殺したくはない、諦めろ。うい。あまりにも普通に来たからちょっとびっくりした。よし、そしたら小松だ。ユナとタカがおるはず。ぐえー、いやいか、つーえーな。いやー、動きが読めねー。ユナと、さあ風が弱いみたいだね。敵は同胞にあらず、猛虎だ。薄汚い、盗人ふざり。よし、負けてなるものか、立ち止め。そこまで。何とぞお待ちを。我が名は楓、忠頼様の末裔です。侍はすべて殺されたと聞き、てっきり墓荒らしかと。賊ではないが、ご先祖の鎧を探しておる。あなたにお譲りできればよいのですが、鎧は行方知れずで。探す手立てはないのか。古い書にこんな一文があります。忠頼公はアザモーラを永遠に見守ると。鎧の隠し場所を示しているのでしょう。アザモーラか。鎧は千里眼を授けると言われています。ほう、どうか忠頼様のようにか弱き民のためお使いください。アザモーラ見守る裏の裏にある山か。姉さん、なかなか強かったよ。でね、ちょっとね、やっぱジーの顔見えないのはね、あれだなと思って外そう。うん、すっきりやね。いやー、マジで姉さん強かったわ。ってことで、一気に飛んじゃおう。小松だ。よし。ユナとタカがおるはず。で、上なんだけど、よし、出よう。一応飛ぶとき細かく設定はできるんだね。この上か。何もなければいいけどね。いやー、鎧どんなのだろうね。なんかちょっと三角折りの鎧な感じもしたけど、まあでもちょっと弓の名手っぽい感じになりそうだな。さあこれ登って、俺よりさらに上だよね。お、紫の花、ここだね。よっぽど好きだね。めっちゃ種まいてやろ、ほんと。あ、これか。どうしよう。まさかここに来るとは。矢がない。
じゃあ連鎖で、お前らなんぞ食ないで十分じゃん。おー、いい感じに当たっとろう。よし、まったく。あ、危ない危ない。いや、蹴ればよかったな。アスファルタンキックでもしかしたら飛ばせたかもしれないね。の前に矢の回収して、ほい、逃がしてやる。いやー、奉仕さんよかったね。酒井様、よく来てくださった。忠頼の末裔に導かれた。何があった？忠頼公の嫡男が書いた巻物を蒙古が見つけてしまったのです。私はその解読のため連れてこられました。鎧は奪われたか？いえ、酒井様が来ると信じ違う場所へ行かせました。賭けに出たのだな。私の勝ちですな。鎧はこの石碑の下にあります。さあ、ご自分で手にしてください。はあ、埋めてたのか。特にはって感じだね。まあ物資もらって、ああ、後ろにね、ずっと見てたんだね。では失礼して。忠頼の鎧、えも言われぬ美しさだ。忠頼の装束、かつて伝説の弓取り、忠頼が着用していた装束、装飾、装飾、言えねえよ。下がっておれ。猛虎は近づかせぬ。かっちょええ。これなら数百の海賊も一人で倒せる。嘘でしょ。今ので確信しちゃったもん。グヒー、やられたよ。さらに生きる。待って。両サイドからはきついわ、弓は。ユナとタカがおるはず。精度良すぎるだろ、お前だ。それは許さん。ちょいと、よし。だからそれは許さでいって、いてー。新手が来るぞ。無事か？はい、社会様。これなら数百の
海賊も一人で無理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 よし、おお、とどめ いたか。いや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 、奉仕さんやべえじゃん。まさに弓取りのための鎧だ。あなたにお話ししてよかった。さてそろそろ出立いたします。だいぶ血に染まってしまったが、まあ下道としてはありがたい鎧だね。隠密系ないのかな。それこそね、ありそうだよね。そう、弓に関して集中の制限時間が 25% 回復する、えぐい能力持ってるね。最大50。はあ、本当に上手い人が使ったらガンガン当てれるね。こうだな。いや、すっごいね。色も合わせる、ここで色も合わせるならってなってくると、白を選んだりとか、するんだろうな。じゃあ、弓は。そしたらいい感じに手に入ったんで、もう一つぐらいちょっと行きたいね。どうせだったら、小松行こっか。ちょっとね、小松、ジンがうるさいんでね。めちゃくちゃ小松言うのよ、さっきから。何回か前からずっと小松しか言わないからな。意外とね、水の方が僕は好きだね。合兵。槍、盾、剣。あ、石が剣なんだ。破剣、月。二連月。ガンの威力。三月。ああ、なるほどね。ああ、結構考えるな。あ、自動的に、あ、これめちゃくちゃいいじゃん。ああ。取ろ、結構風の型を基準に、まあ、水と石でっていう感じだから今のところはまあ大丈夫っしょう。火事場に火を、よし、ん、あー引っかかっちゃったねー。あれ、こっちで合ってる。お、めっちゃ物資あるじゃん。カバゲット、見境か。見境。フィッシュ、ハン。
あーオートエイムが、よし、おユナじゃん、痛ぇ。あら風の方自動じゃなかったの、ぐへっ。めっちゃ綺麗に見切るじゃん。見切り方うまかったな。さて、ユナ、お主か。デン、やっぱユナか。何が起きた？タカはどこだ？村の連中と隠れてる。ここも猛虎に襲われた。手向かえば殺され、ほとんどが捕虜にされたよ。残りのものを奪いに戻るはず。今のは石膏だ。ほどなく軍勢が押し寄せるぞ。なら逃げなきゃ。すぐに。いや、村を守る。はあ？村の火事場も民も失えぬ。望むならばお主は行け。いやだね。私も逃げるのは飽きた。村の者に会いたい。ってことは迎え撃ちだね。さあ火事場に火を。陣の道やっていきますか。何人生き延びたのだ。そんなに多くない。ほとんどが百姓か鍛冶屋さ。戦いそうにないね。全て一人で討ち取ったとは見事だ。稽古したから。矢の余りはある。使ったやつは引っこ抜いてまた使うのさ。それで十分。そうだね、倒すには十分。一人ここらで猛虎に捕まったんだ。生きてた。猛虎は行った。しばらくは戻ってこないよ。これから火事場に向かうから一緒においで。火事場か。そしたらそれなりにいい武器とかが手に入るのかな。でも火はつけないよ。煙が出たら最後、猛虎に居所を知られるから。いや、釣り出してやろう。さすれば血のりを生かせるはずだ。火事場をおとりにするってわけか。なるほどね。まあ人数がいればっていうところだけどね。姉さん、タカ先に鉄。先に鉄やね。あなたのご無事を祈ってました。それはありがたい。時に頼みがある。何かご入り用だとか、どういったもので。おじ上を救いたい。かねたの木に囚われておるのだが、守りが固く。人知れず忍び込める道具がいい。ここには火事場がある上、お主も腕利きだ。最高のね。作ることはできますが、じき猛虎が来るのでは。村は必ず守ってみせる。任せときな。火事の助手がいります。幸男という名の。どこにおる。嫁を探しに行ったはずです。村の方へ。俺に任せろ。ユナ、戦の支度を。できてるみたいです。準備いいな。てかね、タカの声がさ、ヒゲが生えてるせいもあって結構いい声かなと思った。高いんだよね。子供っぽい声だよね。ギャップがすごいんだよな、いつ聞いても。お、そんなところに物資。あ、しかもちゃんと上に行かないと取れないようになってる。さあ回復して考えたね。よし、いやらしいね。朝だ。これで衣装が強化できると。で次は
村か。村のどこだ？いやー、すっごい素材が落ちてるね。こっちではない？ではなさそうだね。あ、いや、合ってた。まったく、君たちは。で、どこ行った？こっちではない。あ、上か。上にいたのか。上は。上には、あった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 。おお、無事っぽいね。ねえ、もう許して。雪岡。はい。タカが火事場で待っておる。お待ちを。妻と妹が川にいるんです。今すぐ案内しろ。こちらへ。俺から離れるでないぞ。ありゃ誰だい？知るなよ。切るぞ。助けてもらって知るかはねえわ。隠れろ。ちょっと失礼。通りたいんでね。足を止めるでない。ここにおれ。足を取れば一旦止まる。やだ、やめて。よし、危ない。助かりました。それはよかった。いやー、最後の危なかったね。あれ、普通だったらあんなの撃てない。神業やね、ほんと、ああいうのはね。ユキオの使いだ。生きてるの？ついてこい。火事場へ向かうぞ。ムツ、よかった。あんた、13本。怖いかと思ったよ。怪我はないな。このお方の強さといったら、まるで鬼だよ。いいねー。黙ってろ。そんなこと言う暇があるな。さっさと逃げるぞ。まあ鬼でも何でもいいよ。お、来てるね。いやー、でもまあまあまあ、確かにね、あんな一瞬で数人殺したらね、そりゃそう言うわな。あっちだね。さあ、ちょっと後ろ使うよ。ちょっと弓回収しとこう。ほい、アルボー、フィッシェ、ハン、ほい、アルボー、はい、静かに。ソボーダー、ビテンロケンフェン。
やっぱあれか、いたい、やっぱ自動はどこ行った？いて、そう、どこだ今の。よく持ってくれたな。いてえじゃねえか、それは。いや、てかなんでクナイ取れないんだ。鉄ハウか。よしよし、クナイはくれ、クナイは。いやもう取れる矢はすべて取りながらだね。いやー、ライフがねー、もうギリギリやからね。さあ戻ってきたよ。生きてたか。このお方のおかげだ。恩に来ます。猛虎が来る。ユナはどこだ。川の向こうの一家を探しに行ったきり帰ってきません。何、戻るまで火を入れるな。よし、さらにだね。どっち方面合ってる。こうか。グヘ危な。川を渡ってだからこっち側か。そこか。ああ、ユナいるね。ジン、こっち。どうした？火事場は火を入れられるぞ。誰かを探しておるのか。しくじったよ。川の向こう岸で捕まっちまった。あの人たちはタカを弟子にしてくれた恩人なんだ。ならば捨ておけぬな。行くぞ。師匠か。よし、よろめき最高。もう忍者だもんね、動き方がね。よし、グヘイ。弓だな。いやー、ライフ一発はねー、ヒヤヒヤするわ。できれば弓よりも一撃で仕留めたいんだよな。ゲージ溜まるからね、気力がね。よし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 。ほい、一人目。もうためらわなくなってきたからね。あれが背を向けたらだな。ハッ
よし、やばい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 、待て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 、ま、おお違う、そっちじゃない。あらー、ホリオがホリオがやられたか。よし、よし、後ろから行けるか。よし、電撃成功。あとはやつだけ。はい、終わり。助かった、まったく。ま、しまっておくかね。さあ、やべぶち壊してしまった。どうもありがとうございます。まだ気を抜くでない。カジマまで行けるか。ええ、なんとか。みんなついてまいれ。さあ、カジバへ向かいますか。でもさ、これから火入れてってことだよね。話せば長くなる。殺し方がむごくて人じゃないみたい。もうでも、よし、おっ、あ、くない、くない、くれ。よしよし、これで OK だね。まあね、躊躇してたら逆にやられるからね。チンハルボー、おい、おい、おい、やったを。よし、どうしよう、発射やんちょ。意外と思いっきり捕虜を撃っていくね。ギリだもんね。あれ、まだいる。あら、いいよね、大丈夫だよね。よしよしよし、行こう行こう行こう。意外といるな、意外といるね。
まあ動き方的にも侍ではないよね。ヤッホー、よし鉄ハウか。あれだいぶ遠回りしてる気がするんだっけど、てかだいぶ遠回りしてるね。よしよし、意外とねー、よしよし、そこか、そこ、いやー全然だね。ん？どっちどっち？どっちどっち？こっちか。まあ寄り道したけど体力はだいぶ回復したね。気力の方もね。そこだね。だいぶ遠回りしたな。あ、なんか持ってる。これ鉄ハウ？やだね。よし。さあこれで火入れをして来るって感じかな。姉さん心配させやがって。よし、火事場に火を入れろ。猛虎が寄ってきます。ここを打ち壊しはせぬであろう。この利を逃す手はないぞ。その前に殺されるかも。いずれにせよここで猛虎を迎え撃つ。さあここからさらにというところだね。矢も強いけどやっぱ苦内が一番いいね。まとめて3人ぐらい止めれるのはでかいな。おお、来た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 。うひ、ふう、うわあ痛い。お、ユナ最高じゃん。まあもちろん回復は間に合わないんだけどね。間に合わないね。視界が悪いな。てめえ、何やろう。火事場に入られた。止めるぞ。ライト。おお。危ない危ないですって。一体仮面よ仮面。さてどう来る。あ、後ろか。まず痛かったな今のは。よし、で、ああ、
周平だよ、田島が囲まれた、早く殺さなきゃ。どういうこと？ああ、九兵ね。どうしよう、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 どうしよう。あとはめちゃくちゃいいんじゃん。いやー、ワンチャン。よし。どうだ？よし、隊長倒した。なかなか強かったぞ。よし、あと、おお、ちまった、まだいる、まだいる。お侍様の戦い方じゃない。何を申す。お侍どころじゃないよ。このお方は猛虎を打ち滅ぼすため冥府から蘇った伝説の武者、クロード様さ。早く逃げましょう。ならぬ。火事場の火を焚き、再び小松が誇る武具を鍛えよ。さすれば直ちに志村殿をお救いできよう。伝説のクロード、悪くないだろう。カジバにクリアですね。いやー、もう敵が強えというか敵の強さもだけど、やっぱ場所っていうのが本当難しさより出すね。お、久しぶりの金田義。侍は誉れを重んじると書で読んだ。それが己らと我らの違いよ。ならばなぜ我が兵は背後から斬られている。酒井は決してさような手を使わぬ。戦では化けの皮が剥がれる。ならば己は犬だな。不未来の下地でしか動けぬ哀れで臆病な犬だ。お前の老いも侍の道に背き犬になるつもりのようだ。止めたくば大元国に下るしかない。そして我らは本土襲来の手先となる。違うか。考えておくことだ。ただし急がねば己の老いは道を踏み外すことになるぞ。それまで首がつながっていればな。たかが仕事を終えるまで叔父上をお助けにはいけぬな。そう、新たな
り物が届いたみたいですね。なんかついてきてーって、いやーてかマジで強かったな。もうね、弓をいかにうまく使えるかっていうところも結構でかい気はしたね。あれどこ行った？はいはいはい、こっち行くと、お違う、ちょ、ああ、小松の鍛冶屋か。太刀を鍛えて差し上げましょうか。そうだね。道具はまだできておりません。今少しお待ちを。ああ、そうだね。ちょっとこっちは強化しておこうかね。で、あ、さらにいけると。闇討ち、静かに敵を闇討ち、あ、隠密も上がると。鉄25300、いいね。こう担当はもう最大強化だね。これ以上は、うん、今は私にできることはありません。あ、ってことは、あ、でも3段階までだろうね。鉄が圧倒的に足りないね。お待たせしました。まあ、これでも強化できた。酒井様、十分な素材をお持ちください。そうする。さあ、これで刀も強くなったと。いやー、まあまあ、ちょっとジンもやっぱ葛藤が見えるね。クロードっていうのもちょっと勝手につけられた感じで勘に触ってる感じはするけど、まあそれが後にどういう影響を出すかってところだね。上りの旗？この辺りにあったってことか。めっちゃ物資落ちてるしね。あ、上か。じゃあ上りもゲットして、あー、旗集めね。酒井様。はいはい、この人初めてだね。私の名は疲れた民を励まそうと努めております。良い心がけだな。菰田の浜で亡くなったお侍様たちを忘れないためには言葉だけでは足りません。そこで武家の家紋が入った旗から勇気を授かり、猛虎に屈してはならないと皆に伝えようと考えております。はあ、で他の武家の旗がありましたらお持ちいただけるでしょうか。あれ、話しかけれない。まあでも話しかけれないんだね。そっか、ここにどんどん集まってくるっていう感じでいいのかな。単純に話しかけれないしね。よし、じゃあ今回はここまでにしましょう。だいぶサブがすっきりしてきたね。まあでもそうだね、細かいこの辺りのサブとかをちょこちょことかメインをしていってっていう感じかな。まあまだまだね、この辺りもクリアして解放していかないとという感じかな。まあ金だけに近いところは取ってるから大丈夫だと思うけどね。はい、ということで、今回はここまでにしたいなと思います。いやーイベント戦の雑魚敵が強いね。てか、まあ普通に雑魚敵が強すぎるから、なかなか歯応えがある感じですね。いや、でも頑張りたいと思います。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃあ、またな。